さあということで今日はですね、友達の愛車を見せてもらおうということでございます。はい、まあ、友達って言っていいのか分かんないですけども、まあ何度かねコラボもさせていただいてます、手越くんのあのね愛車ランボルギーニウルス、まあもう男としてはですね憧れる車ですよあれはね。まあ、僕もあのベンツ乗らせてもらってますけども、ああいう、まあ、スーパーカーランボルギーニですから、今日はちょっとそれをご紹介していただこうということで、早速手越くんお呼びしてますんで登場してもらいましょう。どうぞー。来た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 。でけえな音。おい、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。お願いします。かっこいいね。ありがとうございます。これがウルス、俺生で見たの初めてかも。本当ですか。ありがとう。いえいえいえ、よろしくお願いします。ということで、はい、今日は、はい、手越くんの愛車、はい、ランボルギーニウルス、はい、見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。嬉しいです。ありがとうございます。コラボさせてもらってますんで、はい、手越くんチャンネルではあの僕の愛車をご紹介する、はい、ということですけど、まあでもでかいね。このでかいっすね。フォルムもそうだし、はい、ホイールでかくないこれ。そうです。23だっけな。23インチだった気がするんですけどね。普通まああっても大体21とか、はい、大きいので言うと。そうですね。これ23って俺も見たことないけど、これ全部カスタムホイールってこと、はい、これカスタムです。あ、じゃあもうノーマルからいじった部分結構あるんだこれ。はい、まずこのボディラッピング、もともと黒だったんで。あ、これ車体黒なの。黒です、黒です。で、ラッピングとこのシルバーにしてるんだ。そうです。じゃあここら辺のデザインとかも。はい、全部そうです。はー、これボディラッピングってごめんなさい、正直めちゃくちゃ高いよね。この多分使う素材によるらしいんですけど、はあはあ、これいくらぐらいだったっけな。200着くらい、100台ぐらいでした。車体買った上で、はい、ラッピングはでも本当そのぐらいかかるのよ。はい、そうですね。なかなかでもね、まあ、塗装するよりはね、はい、またあの手放す時とか元のそうですねノーマルの色に戻せるからっていうのもあるけど、はい、飛び石とか来ても本体は傷つかない。そうかそうか、はい、ラッピングしとけば保護されてるので。やっぱ SUV だけど、はい、結構あれだ、車体自体はこうスポーティーというか。そうですね。上にめちゃくちゃ高いわけじゃないんだね。はい、ちょっと一周見てもいいですか。もちろんもちろんです。え、これエアロとかこの前のさ、あ、前もエアロはめてます。エアロはめてるよね。はい、これです。わかる、コジ、エアロってわかる。エアロ、エアロですか。いや、エア、まあエアロ、エアロ、エアロじゃないの。エアロそれスミスの方だから。スミス、うん、エアロ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 ってこのだから、はい、どこですか。ここ全部ガバって外してカスタムエアロ。そうです。そうです。これ、ここがまだ低くなるのよ。はい、はい、めちゃくちゃかっこいいな。いかついなこのエアロは。もともと純正のウルスより若干、うん、あの車高も下げてます。出た、はい、何センチ。何センチでもそのやっぱ 4W なんで、はいはいはい、あの下がスッたで意味ないので。そうだよね、はい、なんで、まあ、一応リフティングがついてるんですよ。へえ。車体調整、車高調整とかできるんですけど、うんうんうん、あの、まあ、ついてるんだ、はい、すらないレベルに低くっていう。見てこれがランボルギーニのエンブレムよ。ね、はい、また違うでしょ。この今までベンツとかポルシェのねエンブレムは見てきたけど、これ見たことないでしょ。コジ初めて見ました。なんか真ん中に動物が角突き刺してますよ。牛水牛、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 うん、はい、これがもうランボルギーニの。そうです。もうマーク、エンブレム。フェラーリは馬で、ランボルギーニは水牛、水牛、まあ、動物なんだよね。これ、たけだけしさをこうさ、はいはいはい、はー、いやー、フォルム綺麗だな。ありがとうございます。え、ごめん、これ前動画でも言ってたけど、はい、ごめんね、こんなこと聞いてあれだけど、はい、車体でいくらするのこれ。車体で3000真ん中から後半ぐらいくらいだよね、はい、でももうラッピングエアロで、あとマフラーも変えてるんですよね。マフラーちょっとさっきやってたよね。バリバリやっちゃってたよね。バリバリやってた。気づきますよね。いや気づくよ。車付きはもう男なんてこのマフラーの音で一番ピクンってくるんだからさ。はい、このマフラーは純正じゃないです。何これ、ファイエクスファウストっていう、はい、わかんないけどでかい音するよね。そうなんですよ。ちょっと一回アクセル踏んでもらってもいい。僕いい、いい、ごめんね。もちろんもちろん。たまんないのよこのアクセルの音とか。危ない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 。
でかいな音バリバリ刺すなやんちゃボーイそうなんですよ、これが、はい、これがランボルギーニの音よ。そうですね、はい、いや水牛だじゃないね、水牛の音じゃないね水牛はもっと静かだから。そうですね、まあ、改造でまあ割とまたかかりましたね。はぁ、だってもう外観だけ、はい、外装もかなりいじってるけど。そうですね、中は、中はいじってないかな。中ノーマルなんだ。あ、でもオプションは結構つけましたよ。はぁ、ランボルギーニ側があの提案してくれるオプションは結構つけましたけど、はいはいはい、ちょっと申し訳ないですけど中も乗ってもいいですか。いやいや、もちろん。じゃあ豊橋君運転席で、はいはい、俺助手席側からちょっと、はい、でちょっとキャメラマン後ろにいいですか。どうぞどうぞ。いや、クロムハーツだけちょっと外していいですか。クロムハーツ、ああ、これ指輪とかですか。はい、ちょっとそれだけ外していいですか。いや、別に俺の車なんで別にいいですよいや、ダメだよていうか、お前、だから言ったろ、お前ロケにクロムハーツつけてくるな。いや、だって色気を出すな。なんでか知らないけど、クロムハーツが、なるほど、好きなんですね。好きっていう。あ、まあ、外して、じゃあ乗らせてもらいな。ありがとうございます。用心山本家意外とファッション好きなんです。ファッション好きな人ですね、コーデが。ちょっと手越しくん、いい助手席。もちろんもちろん。うわー、かっけえ。はい、俺マジでテンション上がる車。もちろんです。このまずなんつっても赤いレザーよね。もう赤好きなんですよね。これ純正なんだ。いや、これ赤にしたんじゃなかったかな。あ、これしたのか。確か、はい。結構細かく変えられた気がするんですよ、このラバーの色とか。あー、選べるのね。はい、いろいろカスタム。はいはいはい。うわ、まず何これ、パネルがさ、はい、ナビパネルとこれが操作パネル。これは、まあ、冷暖房とかですね、うんうんうん、でこれはナビで、それこそ iPhone とかつないで転送して Google マップができたりとか、はいはい、あとまあ、曲流したりとか。はい、もう全然違う。俺ももちろんだけど、俺の車ともさ、このパネルの感じが、はい、ちょっと待って、なんかもう押したら最後みたいなボタンあるじゃん、これエスケープボタンみたいなやつ。これ何これ、これなんかミサイル爆発ですよ、ターンってこれ何なのこれ。いやいや、これ普通だから、パーキング、エンジンのスタートストップ。え、これギア、あ、カバー、カバーす。あ、そういうことか、はい、パッてピッて押すだけです。エンジンのこれスタートボタンね、はい、そうですそうです。でもなんかここら辺すごくない、このコックピット感。はい、これ何なのここは。これはモードで、うん、このストラードモードがまあ普通の街乗りで、はいはい、スポーツがちょっと、まあ、あのギアの変換チェンジで、おー、あ、まあスポーティーな走りね、走りになって、うん、コルサは割とサーキットとか、うんうん、なんで横滑り防止とかなくなっちゃうんで、あんまりその普通の道で、うん、ガンガンコーナリングとか攻めるときにコルサしちゃうと、うん、スピンする可能性があるんで、はいはい、基本的には推奨されないとか。いや、でも今日サーキットのつもりで来てるじゃん、もういやいや、コルサで来てるじゃん。コルサでね、コルサのマフラーが開くんで音がいいんですよ、うん、あ、なるほどね、はい。だから普通のモードだと、はいはい、こういう感じなんですよ。あ、だいぶ静かになるんだ、はい、音。あ、スポーツちょっと切れたじゃないですか、うん、コルサだと、コルサー、たけたけしいね。そうなんです。であとこれ使ったことないですけど、うん、砂漠とか雪、砂漠雪対応すんのこの車。そうなんですよ。すごいな。はい、うん、走ったことないですけどね。どこまでだからスタッドレス履かずに、うん、雪モードがでいけるのか僕ちょっと分かんないですけど。はい、他には何かあるの、このランボルギーニらしい。この3つがだから、ハンドルの位置、うんうん、あとこれなんだっけな、ハンドルの位置、あとこれ多分高さですね、車高、はいはい、とかいろいろなんか。これあれだね、はい、あのタイヤの足回りの多分。あ、そうですそうですそうです。ボタンだね。はい、はあはあはあ。でもなんかスポーツカーって感じだけど、すごい快適さもあるよね、このシートの感じとか。乗りやすいっすよ、ね。ただ一つだけ難があるとするなら、うん、横が広すぎるので。ほー、200何センチだ、10近くあるのかな、幅がね。幅があるので、ちょっと都内の立地は厳しいですね。そうか、あとパーキングもやっぱ結構細いとこはなかなか厳しい。隣のパレットにすります。あー、じゃあちょっとパーキング向きじゃないけどね。そうですね、その駐車だけ。これ上マーク、もしかして。一応これですね。おどおどするな、小路。おお、開いてますよ。すごいすごい。あ、結構後ろまでフルで行くんだ。はい、すごいすごいすごい。うん、憧れるなぁ、やっぱランボルギーニって。俺初めて乗った。あ、本当ですか。あのアベンタとか、はいはいはい、ああいう裏勘とかも乗ったことなくて、はい、もう最初に乗ったのがこのウルス。へー、アベンタドール裏、あれっていうか昔乗ってたよね。昔乗ってたのは、ガヤルドっすね。あ、ガヤルドだ。ガヤルドのスパイダーっす。もうあの本当に地面スレスレみたいなさ、はい、まあ、ガヤルドっていうねのがあって、はいはい、あとまあアベンタドールとか裏勘とかさ、はい、アベンジャーズの話してるみたいですね。いやいや、でももう SUV にしたんだもんね、今回はね。そうですね、僕そのこれに買い替える前が、うん、
都内に僕の街乗りで BM の X5 とガヤルドスパイダー乗ってたんですよ。ガヤルドスパイダーってあのオープン？はい、オープンです。はんはん。ただあのやっぱ BM の方が簡単に乗れるじゃないですか、うん、まあそうだね。僕の前住んでた駐車場が1台しか借りられなくて、はいはいはい、1台ちょっと遠見逃したんですよ。あの、おうおう、家から5分ぐらいのところにガヤルドは。そうなるとガヤルド乗らなくなるんですよ。あー、まあまあそうだよね。めんどくさいし。確かに。そうなると何が起きるかというとバッテリーが上がるんですよ。はいはいはい。でまた乗りたい時に入らなくて、うんうん、またバッテリーが上がったよってなっちゃって、そうなると1台で、うん、ランボルギーニみたいなスポーツカーも乗りたいし、うん、プラス、まあ、僕みんながみんな周りが車持ってるわけじゃないから、うんうん、サッカー行ったりゴルフ行ったりするのに街乗り的なね、まあ、5人とか乗れた方がいいと、はあはあ、それを両方叶えてくれた車がウルスだった。そうか、これ日常でもまあ、はい、ああいうガヤルドとかアベンタに比べると乗りやすいんだ、はい、やっぱ SUV だからね、はい、いやー独立したじゃないですか、うん、独立して今完全に24時間運転手つけてるじゃないですか、うんうん、そうなると、まあ、車自体はあんま乗る頻度も下がるじゃないですか。だよね。そうなるとやっぱりペタンコもいいなってまた思ってくるんですよ。たまに乗るからね、はい、だって見てないもん最近手越しチャンネルでこのウルスちゃんを。へえ、じゃあちょっとせっかくなんで、はい、ちょっと走ってもいいですか。面白いです、面白いです、面白いです。このまま、はい、ちょっと僕運転します、藤本さんします。え、俺が運転させてもらえるパターンあるの？全然いいですよ。初めてよ俺、はい、ランボルギーニ、はい、いいの？道走る分にはそんな難しくはないと思うんですよ。マジ、はい、ちょっとじゃあ一回手越君が運転してもらってその様子見て、はい、行けそうだったら乗っていい？あ、もちろんもちろん。じゃあちょっと行きましょうよ。行きましょうか。すっげー、てかテンション上がる。車いいっすよね。いやもう俺毎日乗っちゃうな、ウルス持ってたら。ああ、まあそうっすね。乗りたいっすけどね。うわーすげー、初ウルス、はい、やっぱ音いいな。うわーかっこいい。このさ音がいいよね、やっぱね。マフラー音のバックファイアしてたよ今。はい、ちょっとバックファイア流れました。バックファイアって何ですか？これエンジンが、はい、なんて言うんだろうね、うん、こう不完全燃焼してそれがボンとこうなんか火が出んの。要は合法ですか？合法です。合法です。うん、まあ合法かどうか分かんないです。もうギリギリですそうですね。でもまあバックファイアっていうのはある、はい、そういう。これはいいな。もともと最初黒で、うん、あのマフラーとかもまあ言ったらランボルギーニにしては地味というか静かだったんですよ。やっぱこういうの乗る人って、うん、当てられて目立ちたがりじゃないですか。いやまあね、もうこれ乗るならせっかくなら目立った方がいいからね。はい、それで、はい、ラッピングとかやっぱ しなきゃなと思って。へえ。一切気づいてもらえないし、そのアランボルギーニだっていうことにウルスがまだそこまで浸透してないんで。そうか。しかもこの色はもう手越くんしかいないから。そうですね。これ乗ってたらめちゃくちゃ目立つでしょ。目立ちますね。あー手越だってなるでしょすぐ、はい、まあでももうそれでいいと、手越の流儀として。はい、そのために目立つ。ランボルギーニ乗ってコソコソするぐらいだったら乗るなと、はい、そうです。素晴らしい俺もピンクにラッピングしようかな、ベンツピンクのラッピングしようかなへえ。でもほんとなんかここら辺見ると快適そうだよね。はい、快適です、すごく。いやほらガヤルドとかってさもうこんな感じじゃん。はい、もう寝そべってるみたいな。そうですね。でガヤルドもすごいいい車でしたけどね。だからなんか毎日とかこう乗るにはなかなか大変なんだろうなとかって思っちゃったけど、これだったら本当に。でも広いわ、後ろ。後ろの席どう？広い？後ろめっちゃ広いのと、うん、つぶつぶなんですよシートが。すべすべなんです。で革のいいやつ使ってっからね、うん、はい、やっぱ違う俺のと思う。全然肌がすごいつるつるです。肌がつるつるってなんだよ。シートのシートのな肌が、うん、うちのカメラマンの本当にすごいの見るとねテンション上がっちゃうんですよ。なるほど、なるほど、うん、これはすごいよ。でも男子ですからね。肌がツルツル。いやこれかっこいいな。なんかちょっと一個凝ってますよね。なんかこだわりがあるというか。ちょ手越くんにさ、はい、ほら手越くんチャンネルで俺またプチドッキリかけられたじゃん。はい、ありがとうございます。だからランボルギーニがランボルギーになってたドッキリとかしていい？もう。でも僕楽しくなんでもいいんだね。いやダメでしょ。このエンブレム削り取ったらもう絶対炎上するわ。俺藤森がなんか藤林になってたからさ、ランボルギーニがもうランボルギーにしてやろうかな。これここ削り取ってこれ。削り取って。うん。さすがに怖くてできないけど。わあすごい。はい。いいね。
ていうか目立つわこれ。目立ちますね。走りもいいね、はい、これはウィンカーは左？左です。で、パドルシフトでギアチェンジします。え、オートマではないの？オートマにもできますけど、普段もうパドルシフトで。はい、これパドル。わかる？パドルシフト、スイミングみたいな名前ですか？いや、それパドルな。うん。パドルってあるけど、確かに、ギアチェンをこのハンドルの裏のこのパドルでギアを上げたり下げたりするっていう。ステフォーみたいですね。何と一緒にしてんのよ。まあまあ、そうそうそうだな。パドルね、うん、パドル。だからその F1 とかもそうだからさ。そうですね、実は、はい、ゲーマーなんで。なるほどなるほど。うちのね、僕もゲーマーなんで分かります。あ、そうかそうか、はい、いやーすげ え、じゃあちょっとあそこのさ、はい、突き当たりまで行ったら、はい、ちょっと交換してもらってもいい？もちろん、もちろんでございます。いや、音すごいな。結構踏むと楽しいっす。テゴ、テゴちゃん。今もう後頭部がぴったりくっついたよ、この G で。はえー、はい、早いっすよ、めちゃくちゃ。はえー、で、フジテレビ前につけてるじゃんね。めちゃめちゃ喧嘩売ってるじゃん。喧嘩売ってないか。喧嘩売ってないか。ずっとお世話になってるわけです。なるほどね、はい、ちょっとフジテレビ前でね。フジテレビ前で。いいの俺交代して、ちょっと。もちろん、そう、せっかく運転してあげてください。やった、ありがとう、はい、じゃあちょっとすごっ。やべえ、マジでテンション上がる、はい、マジですげえ。テンション上がるわこれ。そっか、パドルシフトなんだ。そうなんですよ。え、ギアはこっちじゃないの？これっす。もうニュートラとかないの？ニュートラないっす。今これ P に入れてるんで。あ、P か。ニュートラは両方パコンでニュートラに入ります。ああ、なるほどね、はい、でもこれがギア上げてこれで入ってんだ、はい、もうで入ってる。マニュアルに入れます。はい、これでパドルシフトしています。おお、あ、で今2速ね、これ。そうです、そうです。あ、でもすごいね、ハンドルもめちゃくちゃ軽いし。はい、疲れないですよ。すんごい運転しやすいけども、アクセル離すと雷みたいな音するね。アクセル離すとバックファイヤー出るから。そうです、そうです。あ、で勝手にスピード落ちるとギアは下がってくんだ、はい、そうです。いや、これめちゃくちゃ運転しやすいわ。でも運転しやすいですよ。いくよ、コジ。はい。おいおい、台風みたいな音するわ。バリバリバリッ。いや、すごいすごい。でも、はい、運転自体はすごいしやすいわ。しやすいしやすいです。視界も広いし、はい、でブレーキもね、結構効きやすいんで。ブレーキ効く。いや、はい、エンブレムですもんね。すごいね、エンブレム効くね、はい、これ今スポーツ、はい、ちょっとコルサ行っていい？コルサ、これコルサです今。コルサでちょっとね、隣の人びっくりしよう。コルサめっちゃ喋るやつですか？うん、ブンって踏み込んだらさ、ウィーンってなるのかなと思ったら、すごい繋がりはめちゃくちゃスムーズで。暴れるイメージありますもんね。あるあるある。暴れないですよね、全然。うわー、これはいいわ。うわ、憧れちゃう。めっちゃいいっすよね。俺結構ほら、車でさ、はい、ドライブトークとかの企画多いから。そうですよね、車めっちゃ大事ですもんね。やっぱ車は結構いろいろまた乗りたいなと思ってたんだけど、これでドライブトークしたらこれ最高だろうな、うん、でもちょっとトークに集中できないな、これもうバリバリ言いすぎて。何速まで入るのこれ？8かな。8まで行くのこれ？8だって気がするんですよね。もうサーキットとか行かないと使わないよね。そうですね、8は。はい、だって今3速でもう50キロ60キロだから1速でまあ100キロぐらい多分行くんだけど、行きますね、これ。もういらないよね、都内だったら。ほんと0100が3秒台かな。あと SVD にしては速いんですよね。え、100キロまで3秒？ 3.3.567 ぐらいだった気がするんですけどね。はあ、はい、すんげえ。前僕が乗ったガイルドスパイスファイターより速いんですよ、初速も。あ、そうなんだ、はい、アベンチャーとかだともうちょっと速いです、速いですよね。で SUV だけどもう本当にただのスーパーカーだ、はい、スポーツカーだ。そうですね。
多分 SUV 史上一番速いだろうね、これ。そうですね、僕が買った時はそういうのがなんか歌い文句でしたね。あ、やっぱそうなんだ、史上最速の SUV っていう。だよね、はい。いやでも本当にハンドルはめちゃ軽いし、うん、このパドルが面白い、はい、すっげえこれ。僕乗ってる BM とかもパドルつけてますよ。あ、え、そういう風なカスタムにしたってこと？はい、はい、オプションつけて。あ、じゃあ好きなんだ、やっぱそのギアチェンして乗るっていうのが。好き好き、はい、パドル面白いわ。めっちゃいいっすよね、パドル。パドルにハマっちゃうとなんか、うん、普通のあのドレーニングモードとかだとちょっと問題なくなるんですよね。まあ楽なんですけどね。そうかそうか、はい。うわー、これ最高だわ。ちょっとこれ考えちゃうな、こういう。ちょっと買いに、もし買いに行くんだったらお供させてくださいよ人の買い物見たい俺。ランボルギーニ買ってみた。はい。いや、ランボルギーニ買うの勇気いるけどな。まあでもね、そのいい車は資産価値ですからね。いや、まあね、もちろん値段も落ちないし、落ちないし。でもドライブトークやるにはこれまたいいかもな。うん、すごくない、コジ、これ。すごいっす、喋るのがやっぱすごいっすね。うん、喋るってあんま言わないんだけどね、車はこの音がすごいんだけど、うん、喋ってるみたいだよね、はい、バリバリ言い過ぎだよ、これ。車好きのもう踏み込み方、いや、すごい。いやこれはマジでいい、はい、経験をさせてもらいましたわ。いやいやいや、そんなそんな。暴れるね、ウルスちゃんは。マジで。いやー、すごい。マジでありがとう、デロシン。こんな名車に乗せてもらえて。ありがとうございました。ということで、はい、藤森の新シリーズ、はい、友達の名車を見に行こうでした。そんな名シリーズ始まったんですか？勝手に始まりました。あ、そうなんですね。そういうの始まったんだ。そうです。の第1弾。なるほどなるほど。手越くんのこのウルス、はい、いやもう第1弾ちょっとマックス出ちゃってんなこれ。うん、この後紹介しづらくなっちゃったけど、でやっぱね、車もバイクも俺好きなんで、はい、めちゃくちゃいい経験させてもらいました。いえいえ、もうそうやって言ってもらえて僕も嬉しいですね。はい、ちょっと本当にごめんなさい、何かあったら一回貸してください。あ、もちろん。全然いいですよマジで。普段乗らないんで。あ、本当に。撮影で使いたいとかも全然。なんかもう全然使っちゃった。ここぞという、はい、なんかちょっと女優さんとドライブデートするときとか。いいっすね、はい。でもこれは嫌がられないですよ。いや、これはだって乗りたいでしょ、みんな。ペタンコのやっぱスーパーカーとかってちょっと恐れ多いし、はい、あれだしって嫌がっちゃう女の子もいますけど、はいはい、これは多分乗りやすいしね、はい、嫌がられないです、うん、はい、ありがとうございました、はい、ということで、今日ね、手越くんチャンネルとのコラボでしたけども、はい、うんうん、僕のチャンネルでは、はい、もう手越くんのこの愛車をね、はい、紹介させていただきまして、また今後とも、はい、よろしくお願いします。もちろんです、よろしくお願いします。まあ、あの、俺も何かしらの苦し紛れにドッキリ仕掛けたかったんだけど、はい、いかんせん、あのランボルギーニでドッキリして、はい、万が一大事になったら怖いなと思ったんで今日のとこは勘弁してやるよ。なるほど、次回待ってますよ。マジで手越くんチャンネルで毎回プチドッキリされてるんで誰も気づかないようなちっちゃいちっちゃいドッキリも、はいはい、今日腹抱えて笑いました。俺マジで、あの、今度大型のやつ考えますから。いや、もちろんです、こちらも考えます。本当に、いや、もう考えますっていうか絶対してくるじゃん次本当に、はいはい。まあ、今後もまたご一緒できる時を楽しみにしてます、はい、もちろんでございます、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。手越くんでした。どうも手越でした。ありがとうございました。ていていようこそフィレッジへ。